のは今話題というかある噂がいろいろ飛び交ってるので、これはほんまなのかなっていうことを。ゴシップネタ大好き。ゴシップネタばっかりも信用しなあかんねん。そういう本とかも好きで僕ずっと調べたんですよ、うん、でそれで僕ちょっと一つ気になったのは野球界のケータリング事情。ある球団がですね、うん、試合前のケータリング、うんであるんですかね。そのケータリング場からある食べ物がなくなっていた、うん、あれ甘いもんケーキとかも出たりするから。なんか私うどんとか、うん、まあいわゆる普通になんか丼とか、うん、そういうイメージ。でもそんな丼とかうどんとかなくなったら困るやん。困ります。だって炭水化物やっぱ取るんじゃないですか、うん、そうケーキとか甘いもんとか、うん、そういうのはなくなる可能性はあるけど何がなくなる。甘いもん食べるの、ね、何なくなるの。米がなくなるの。炊飯器が消える、うん、米がなくなるの。はい、うん、それは、うん、なんかこうある選手のちょっと米食べ過ぎてるから不調になってる時の一つのこの回復、うんまあ、原因でもあるから、うん、その原因を取り除こうっていうところで、はい、食べさせないようにするためにあったら食べるから、はい、全部、はい、ジャーごとなくせみたいな。プロ野球っていろいろ考えてやってるんやと思ったんでぜひ聞きたかったんですよ。聞いたことないぞそんな、ね、だからまああのプロ野球の食事事情でいうと、はい、もうないんだったら、うん、もしじゃあ遠征先だった場合は、うん、10時から12時ぐらいの間に、はいまあ、起きるのも遅いからね、うん、ブランチ的な朝食を取るわけよね、はい、この大体ホテルで10時から12時の間ぐらい、はいまあ、遅かったら1時ぐらいの人もいるかもしれないけど、うんまあ、その 2,3 時間の間に取るわけね、はい、だ家だったら、まあ、1時とか、まあ、遅くても2時には 100% 球場入りしなきゃいけないから、はいまあ、家でね、はい、食べてきてから球場入りみたいな感じじゃんね、うん、で遠征先だと練習終わって試合出る選手だった場合はあのもう最初にバッティングするから、はい、まだチームの練習中にもうさっさと練習を終えて食事するから、うんまあ、4時ぐらいからそのケータリングっていう球場の食事を取るんだよね、はいうん、でホームだと先練習するから、うん、そのミーティング前だから、まあ、それも結局は4時とか、うんまあ、レギュラークラスは ね食事を取って、うん、あのベンチとかリリーフの選手とかは、うんまあ、その自分たちの練習終わってからだからまあ、リリーフピッチャーだと、まあ、別にその試合そのすぐ行かなかったら、はい、もう5時ぐらいから食事取ったりとか、うん、そのスタメンじゃない選手も5時ぐらいから、うん、シートロック終わった後にビジターだと食事を取って試合に臨む、はいうん、でホームだと、まあ、そのあのシートロックの前まで、うんうん、だから、まあ、そこはもうレギュラークラスとほぼ一緒ぐらいの感じで、はいまあ、4時から4時半の間に、うんまあ、食事を取ってで、はい、で試合に臨むっていうところで、うん、でまあケータリングはいろいろあって、うん、マリンだと、はい、俺らの時はうどんそばラーメン、うん、でそうめん、うん、乳麺、はい、つけ麺、うん、ざるうどん、うん、ざるそば、うん、関東風関西風、うん、であとはあの醤油豚骨味噌、うん、あと全部、はい、だから選び放題、はい、麺だけでも10種類ぐらいある、でその他にご飯もあったりとか、うん、おにぎりとか、はい、そのケータリングでその普通のもうレストランみたいなものお肉と なんかその野菜炒めだったりとか、うん、おかずになるようなもん、うん、シューマイとかいろんなあとはサラダバー、うん、あとはフルーツ、はい、ちょっとしたケーキみたいなとかもあったりして、うん、まあ本当もう普通のビュッフェ的な、はい、で遠征行けば、うん、あの福岡だと豚骨ラーメンとか、はい、つけ麺とかあったりしながら、うん、まあもちろんおにぎりとかもあるし、うん、で大阪に行けばうどんとかねちょっとしたなんかミートボールとか唐揚げとかそういうの普通に食べるものあったりとか、はい、北海道行ってもだからもう、うんまあ、何でもある感じ、はい、超ビュッフェみたいな、うん、で米なくなるの聞いたことない。お米ない、だってお米ないケータリング見たことない。試合前だからそんないっぱい食べたい人もね、はい、途中から行く選手とか、うん、リリーフの選手はあと浦和さんもスタッフもいるから、はいね、しっかり食べる、うん、だからスタッフの人とかそこでもう晩ご飯食べて試合終わったと食べない人もいるね。でも試合行く人はそこでまあ軽食だから、はいまあ、おにぎりだけとかうどんだけとかね、うん、そういうちょっとしたもの食べたりとかで試合中はまたね、うん、あのそのゼリーみたいなのだったりバナナとか、うんまあ、軽食ちょっとまたおにぎり食べたりとかしながら行くかもわかんないけど、うん、米ないんだよ。米大事やけど、一番大事やけどな。だからそれを選手がですね、うん、こう試合前のエンジンがあるんですよね、うんうん、ここで今日はケータリングで米がなかったと、うん、だから米米クラブじゃなくて米なしクラブでいきましょううまいって言ってたんで本当なのかなと。面白いな、はい、これの真相本当かな嘘なのかな。ちょっとあの要取材継続やな、ね、今日初めて聞いたから。お米がなかった日にじゃその選手は活躍したのかどうなんでしょうね。期待じゃんな、うん、そうですよ。でしかもよ、うん、もうそれがよもし何かしらの原因で
あるんだとしたら、うん、そいつにだけ言えばいいんじゃないの。それこそ連帯責任いらなくない、ね、連帯責任米禁止みたいな、いらなくない。ちょうどいい量毎日お米食べてる人もいるかもしれないですよね。とかその、うん、今とか栄養士とかいると思うね、はい、必ず、うん、栄養士に言って、うん、じゃあ何グラムまではいいんで何グラムにしてくださいって言って、うん、じゃあお米は試合前はこのグラムにしてくださいねとかね。それでもしお腹が空いてたら試合中ちょっとずつ吸収していきましょうみたいな感じで指導した方が現実的やけどな。なんか極端な連帯責任にしてしかもこれがよ、はい、菓子パン禁止にしようとか、うん、ケーキとかも出してるからそんなも試合前からいらんやろと、うんね、これも禁止にしようとか、はい、ね、飲み物ちょっとそんなもうあのジュースみたいなのが多いよと、はい、だからジュースみたいなの禁止にしようとか、うん、試合前からカレー、うん、カツ丼、はい、いやそんなおにぎりとか、うん、そういうのにしていこうと、うん、そういうなんか重たいものとかやめようとかって分かるけど、はい、米でしょ、うん、米だけなっちゃった米はいるやろ他に多分やめた方がいいやついっぱいあるやん。ネット界ではもう令和の米騒動お前でネット見ないですよ米騒動起こったんですね。どこが起きたと、うん、どこの球団かはちょっと僕分からなかったんですけど、それしか見てないんで、初めて聞いたわ。真相探るはここからな、うん、そんなことがあるとはちょっと思い切れないけど、ね、まあ分かんない、うん、どういう、うん、でもまあもしあったとしたならば、その選手だけにしてあげてほしいのと、いや個人的に注意すればいいですよ、うん、あとはやっぱその、ね、栄養質ついてグラム数とか、うん、そういうのを測ってなんか計画的にやったらいいんちゃうかって、うん、まあ、思うけど、はい、うん、このグラム以上は食べ過ぎないようにしましょうとかね、うんうん、でそれでもお腹すく場合は、うん、じゃあ試合イニング中にちょっとずつ食べていきましょうとかね、はい、原因とね、うん、なんか結果とかいろいろちょっと究明していきましょう、うん、そう継続やろ継続ですね。